YouTube チャンネルケビン待って、あはい、ご覧ください。さあお茶の間の皆さん、こんにちは。クイズ逆から読んでもクイズの時間でございますよ。司会はケビン、訳してケビン一緒やないかい、ケビンでございます。よろしくお願いします。さあ早速ね、クイズのルール説明をします。1問10ポイントで、なんと50ポイントでハワイ旅行に行けちゃいますよ。すごい番組ですね。さあそれでは今日の挑戦者を紹介いたしましょう。どうぞ。ね、もうこの日本人に似たね、日本人のまこんな人です。さあそれでは早速1問目いきましょう。ババン。アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルス近郊にオープンした遊園地がやがて世界各国にオープンし、現在日本の千葉県にあるウォルト・ディズニーがオーナーの遊園地はどこ？わかるかな？それではシンキングタイム。難しい問題ですが大丈夫、選択問題でございますからね。さあ行きますよ。100匹の猫がいました。その中の1匹がどこかに迷子になってしまいました。その迷子になった猫の毛色は何色でしょうか。1赤、2黒、3黄色、4白。それではシンキングタイム。白、正解！すごい！自分で答えちゃったから。あーすごいですね、調子いいですよ。2問正解でございます。さあ次は次の問題、チャンスタイムね、チャンス問題でございますよ。さあ簡単な問題です。ドラミちゃんの好物はメロンパン、ではドラえもんの好物は何？それではいきますよ、シンキングタイム。わあ、これはもったいない、時間オーバー、これはもったいないですよ。お前が踊ってただけだから。さあね、ここまで来ました。さあラストの問題でございますよ。最後の問題はですね、正解すればなんともうポイントが2倍、いや3、もういっぱいです。ね、それではいきますよ。犬も歩けば丸々に当たる、答えは棒当たる、正解とは。ハワイ行ってこいよ、やるなー、畜生、行ってこいすぐ。待てチャンネル登録お願いいたしやす。